はい、JN カーズ JNTV 長井です。今回は6月11日ガイナーレ鳥取対カターレ富山の試合の模様をお届けいたします。はい、とっても可愛い船本さん、富山のねチューリップテレビっていう TBS 系のねテレビ局のアナウンサーさんが司会をしてくれた、K スタジオって言ってあのカターレ富山がね試合前にやるトークショーにあの岡野さんと一緒に登壇させていただきました。こんにちは、どうも、JN リクソ JN カーズ長井でございます。今日はですね、私の大好きな友人をこちらにお招きをいたしました。野人岡野こと岡野正樹さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、岡野さんの今までの日本サッカー界を背負ってきたすごいその楽しいトークは YouTube で、あ、まあ、僕も上げさせてもらってるんですけど、それこそ、まあ、名前言っていいのかな、あの城庄司さんのチャンネルとか、あの水井武さんのチャンネルを見てもらうと、この人すげーっていうトークは見れると思うんですよ。で、今日それをここでお話しいただくと若干まずいところも、はい、ここではですね、岡野さんと前日に相談をした、まあ、アドリブトークをしております。でですね、岡野さんには去年知り合いまして、まあ両チームね、あのシーズンが終わってから会っているので、まあ来季 J3 で対戦することが決まっていたので、その時一緒に富山で見てもらえませんかって話をして、ああ全然大丈夫ですよ、伺いますっていうことで、まあ、僕はですね、この方のやっているガイナーレと君の野人プロジェクトっていう、そのプロジェクトの紹介を富山でしたいなーって思いがあって、今回このトークショーの場をね、準備してもらったんですけれども、野人プロジェクトは、あの、ガイナーレ鳥取さんがやっている、まあ、岡野さん発案の企画で、まあ、ガイナーレ鳥取のスポンサー企業、の、まあ、あの、特産品ですね。特産品を、まあ、買うことによって、その利益が、スポンサーさんから、こう、チーム側にね、あの、強化費として、あの、また戻ってくるみたいな企画で、まあ、岡野さんを通して、ガイナーレ鳥取を知ってもらう。で、鳥取の特産品で、まあ、鳥取を知ってもらう。なんかこう、ふるさと納税の J リーグチーム版みたいな感じなんですけれども、まあ、スポンサーさんの応援をすることによって、チームの応援になって、チームも強くなるっていう企画をやられていて、まあ、これすごくいいなと。これぜひね、富山で紹介したいなと思って、この、トークショーの場をね、準備してもらいました。カターレ富山さんの方は、まあ、岡野さんが OK なんだったらぜひお願いしたいですっていうことで言っていただいて、ガイナーレ鳥取さんの方も、いや、カターレ富山さんが OK なんだったら、ぜひお願いしますということで、このトークショーの場をね、作っていただいたんですけれども、これがね、お互いにね、首位争いを僕はしているイメージだったんで、当時はね、あれだったんですけど、まあちょっとガイナーレ鳥取の方が、今は調子がちょっと良くない。正直ね、順位はね、今年 J3 はね、どんぐりの背比べなんで、僕は本気でね、2チーム J2 に上がってほしいと思ってるし、上がってくると信じてます。ただまあね、試合前のトークショーで、特にその、まあ、ガイナーレの状況を考えると、今の岡野さんにここで面白い投稿してもらうのは、ちょっと自分なりに申し訳ないというか、まあ、岡野さんのお立場もあるので、失礼なお願いをしてしまったなと思って、富山にね、疲れて一番最初に相談したんです。いやーちょっと俺、トークショーってなんか違いましたかねーって話で。で、岡野さんの方は、僕は全然大丈夫ですよ。ただやっぱり、まあ正直僕も立場があるんで、まあ順位的なものもありますし、確かに面白トークはまずいんで、今ね、永井さんが思われてることをそのまま伝えてもらって、そこにね、僕はどんどん乗っかっていくんで、もう、アドリブでやりましょうと。ね、永井さんのこのカターレを応援してる思い、僕のことを応援してくれてる思い、そのまま伝えてほしいんですけど、ただ、
ガイナーレを立てちゃうと話がおかしくなっちゃうんで、そこはもう自分汚れ役でいいですからっていうふうに言ってもらって、ただね、ただただ汚れ役になってもらうわけにもいかないんで、本当に僕の思ったままのトークをさせてもらいました。で、ノーカットの方でね、一個前の動画で上げてるんで、そこはぜひ見ていただいて。でね、僕怒られてる体になってますけど、全然岡野さん怒ってないんですよ。場の雰囲気と、やっぱりそのお立場っていうことを考えて、本当にうまくね、話をしていただいて、この方はね、本当頭いいですよ。フリートークなんですけど、誰も傷つけない。そして誰もがお互いを応援し合うっていうトークをもうここでサクサクってやってくれてね、本当にありがたかったんですけれどもね、はい。まあ、ぜひね、僕の大好きな岡野さんのことをね、応援していただいて、まあ、僕のチャンネル見てる人は、今年の J3 はぜひ、カターレ富山とガイナーレ鳥取を押してね、ぜひ応援をしていってほしいなと思うんです。あ、そうです。あとね、ガイナーレ鳥取のホームページ見てください。気持ちです。ガイナーレ鳥取の皆さん、岡野さん貸していただいてありがとうございました。気持ちですが、サポートさせてもらいました。一緒に J2 に戻りましょう。ということで、トークが終わって、あと、じゃんけん大会したんですよ。で、じゃんけん大会をして、子供さんがね、最後、一人ね、色紙もらえない人がいたんで、大人でね、当たった方に1名だけちょっと後から送りますってことで、後から送らせてくださいって話でした。この方が OK してくれました、ね。ありがとうございました。送らせてもらいます。すみません。ありがとうございます。してまーす。今後ともちょっとよろしくお願いします。こんな美人もいるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はいっす。取れた。取れた。野人いた。野人いた。いた。いやいや、もうリアルですね。リアル。なんかリアルすぎるなぐらい。はあ、素晴らしい。最初バスケの会場で見たときに、なんだこれはと思って、はあ、君は誰なんだって。富山が、はあ、あれなんですか、その日本カモシカっていうか。あ、そうですね。が多い。日本カモシカがいっぱいいるね。あ、そうなんですか。天然記念物で、でからの試合のね、カモシカネット、ね。まあ試合中はね、もうね、お互い敵になるんで。やめときましょうって僕なんで、この試合前後はね、本当に僕の友人たちも岡野さんにね、紹介させていただいて、今度はね、僕は鳥取にね、アウェー戦行くんでね、またよろしくお願いいたします。岡野さん、ボンジュア、ボンソチェ。この日はね、いつもより早めに会場に入りました。こんな感じで早めに入るとね、選手がねピッチの確認をしているところが見られたりとか、アップの模様ですね。アップ前のアップっていうのも今回初めて見ましたね、はい、こういうのも見られるんで、ちょっと早めに入ってね、この会場の雰囲気を見るっていうのがね、とても僕、子供たちにいいんじゃないかなと思います。プロを目指すね。はい、今日もイムちゃんのガパオライスからの、この間も食べたんですけど、この間いい動画を撮れなかったんで、はいちゃん、グリーンカレー、イムちゃんのグリーンカレー、これイムちゃんのね、タイ料理めちゃくちゃうまいっすよ、はい、今日はですね、ちょっとトークショーさせていただいた関係で記者席に入れていただきました。はい、マッチ大地君もさっきね、ピッチの角に来てましたね。こんなに早く中入ることないんで、こんな感じなんですね。選手君とね、塩川さんがね、あそこでストレッチしてます。場内にね、早めに入ると基本的にこれやってるんでしょうね。前節のこう振り返りみたいなのをやってました。で、今回は前節っていう、天皇杯でね、京都サンガーと対戦してたゲームをこう上げながら、 MC クズさんがね、ゴールシーンはゴールってね、いつもね、声を聞かせてくれるっていうね、これね、本当にね、京都サンガーに勝ったゲーム、選手もね、このビッグビジョンで見てましたね、はい。さあ、ここからね、試合が始まるんですが、ガイナーレ鳥取はゴールキーパーがね、プロ初出場ということでね、注目して見てました。岡野さんもね、あいつ赤い頭丸めて気合入ってるんで今日いいと思いますよって言われてましたけどね。はい、カターレの選手も入場してきました。
や確かに、いやしかも俺案外だからこう YouTube そうっすけど、これを見せたいんですよ。試合は別に、ね、試合なんであれですけど、こういうのを見れるのはやっぱり本当に地元にないと見れるから、アップを見てほしいって熱く語ってたんですけれども、地元でね指導を一緒にやってる大先輩とこの辺一緒に見ました。はい、岡田さんね、ここで左友社長と一緒にねアメリカの特産品をねもらわれてましたけどもね。はい、というわけでトークショーからの今日はお世話になってる先輩原さんと見ておりますが、今日の先発はどうなのかな。大地くん、マテウス、俊太くんも先発なの。今日幼児は、幼児はどうなんだ。あ、俊太くんはあれだ、控えだ。あ、幼児先発だ。おそらくあれっすね、この間の冠マッチした時と同じようなスタートになるんじゃないかなと思います。はい、対戦相手はガイナーレ鳥取、お話しした通り岡野さんがね GM をやられてるチームなんですけども、はい、言ってた通りで、ね、試合が始まったらね、まあ、お互いね、まあ、怪我ないこと祈りますけどね、僕はカタールの応援なんであれですが、でもね、ガイナーレの選手も頑張っていただきたい、ガイナーレの、ね、このサポーターの方が来てますからね、楽しみです。まあ、でもぜひ勝ってもらいましょう。頑張ってください。森泰二郎さんでーす。こんにちは。スクール活動をいつも SNS で見てます。ありがとうございます。もうからのキックオフ小山。はい。もう MC になっちゃった。そうですね。はい。はい。はい、見てます。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、ますまたスクールの取材行かせてください。はい。口だけやろうになってるんでちゃんと行きます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、カターレちゃんの出身でね、今ミュンヘンサッカースクールってね、サッカースクールを富山市内でやられている森泰二郎さんとちょっとお話をしてました。はい、ゴールキーパー田川さんからの、ディフェンスね、今瀬さんね、そこでからね、よく会うイケメン安光さん、もうね、全員の紹介をしたいところなんですが、まあ、本当に、ね、今までこうプライベートで、ね、ちょっと仲良くさせてもらっている選手を中心に紹介させてもらうと、まあ、佐々木陽次選手ねからのマテウス・レイリア選手、まあ、本当にね、この2選手にはね、本当攻撃の、ね、核となって頑張ってほしいって思いと、松岡大地選手ですね、僕はね、チームはね当然 J2 に上がってほしい、でできればね来年はね J2 で彼のこと見たいと思ってますけれどもね、彼は本当 J1 にもね行ってほしい選手の人ですね。あとね、吉平翼選手、彼はね監督からの信頼が厚いんじゃないですかね、先発の確率が高いですよね。で実はこのチームで僕すごく大事だと思ってるのはこの柴崎さんですね、若いゴールキーパー2人がいいんでね、その2人をねうまくまとめ役としてね、サブのキーパーとしても頑張られてる、でアウトゥールシルバーね、ブラジルからやってきた僕のお友達ですな。そしてザ・富山ファミリー高橋俊太選手、彼のねゴールがねチームをね昇格に導いてくれると思ってます。はい、じゃあここからね試合が始まります。試合の模様はですね、僕らの YouTube ではお届けができません。ダゾーンで見てください。ね、ダゾーンさんがね高い放映権を買ってねやってますからね、バスケと違ってね全くもってこれは動画で使えないので、そこはねダゾーンで見ていただければ。はい、で試合終了です。0対0の引き分けでした。まあでもね、富山的でね負けなくてよかった、そんなゲームかもしれないです。鳥取からもね多くのサポーターの方が来ていらっしゃいました。ね、あいにくのね天候にもかかわらずね3000人近くね、カタールの会場にもカタールのサポーター来てましたね。カタールサポーターで鳥取の精神の最後しっかり拍手を送ってました。こういうの僕大好きです。はい、ね、健闘を称え合うとか、まあ本当にこれがねスポーツの醍醐味じゃないかなと思いますけれども、まあ、試合の方はね本当引き分けでね悔しい思いと、でも本当負けなくてよかったなっていうのが個人的には強かったですね。はい、ガイナーレの皆さん応援ありがとうございました。富山の選手もね、まあ、無事勝ち点1ゲットでね、まあ、首位のキープでしたからね、これからもどんどん頑張ってください。
はい、試合が終わって岡野さんとまた合流をしたんですけれども、岡野さん、はい、富山、鳥取両チームのサポーターにサイン攻めに会っていましたね。僕がね、公式にしちゃったんであれだったんですけど、岡野さんはまあ、お忍びでね来てても声さえかけてもらえれば全然喜んでサインしますんでって言われてましたけれども、まあ、しっかりね最後にね鳥取のサポーターさんたちともトークされてました。この方はね、情報ルバルにも岡野さんの応援行ってたそうです。再会にね感動されてましたけども、今回は6月11日、富山のね県総で行われましたカタール富山対ガイナーレ鳥取の試合の模様をお届けいたしました。でですね、今回一緒に試合を見ていただいた岡野さん、富山旅をプレゼントしております。でね、この方はね本当に、でも最初にも言ったんですけども、引き出しが多いというか、トークがね一つ一つ格言なんでね、岡野さんの格言集作ろうと思うんでね、ぜひまた J ネカーズ JLTV 登録してみていただけると嬉しいです。発生家というかですね。でも坂もお祭りですからね。お祭りですよ。ですよね。もうちょっと人が集まんなかったら意味がないよね。確かに確かに。今までやっぱコロナで皆さん自粛してたわけじゃないですか。はい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 、はい、こうやってお祭りができるようになってね、こんだけみんな楽しみにしてるわけです。はい。これはもうこの熱量でもサッカーでも見たいし、もうどんどんこれから。サッカーが最近この熱量なくなっちゃったんで。いやー、本当ですか。ほんで予選なんで、もう枠が増えちゃって。まあ確かに。確かに。僕らの時のああいう。ですよね。皆さん、唾引っ掛けられたりとか。はい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 。お祭りってそういうことじゃないですか。確かに。地元の人たちが集まったり、県外から来るけど、結構喧嘩祭りとかするけど、本当の喧嘩ではなくて、確かに。熱くなる喧嘩なんですね。これがどんどんまた変な意味の喧嘩じゃなくてね、ここで喧嘩して明日から頑張りましょうって後から肩にねっていうのが素晴らしいお祭りだと思うですね。もうこの祭りをどんどん、今日はトナミで見てもらったんで、いやー、これはすごい、この人はすごい、いや喜んでもらえて嬉しいです。フィンランドを超えてますね。エルストリー勝った、やった。